前書き。1958年11月から64年7月まで、私は週刊誌女性自身のスタッフライターであった。その頃は週刊誌ブームの絶頂期で、トップ屋と呼ばれる独立部内のジャーナリストが書き手に動員されていた。梶山敏之、草柳大蔵、後藤弁、青柳敦郎、北川守、東谷健一、吉原浩一郎などである。それぞれに強烈な個性を持っていたトップ屋たちは、やがて作家になり、評論家になり、あるいは現在もジャーナリズムのアウトサイダーとして活躍している。私は女性自身で足掛け7年、芸能記事と教養記事とを受け持った。何年も前から私は美空ひばりに対するイメージを育ててきた。ひばりの自叙伝を連載するということで、編集会議を通して取材を始めたのは、64年の4月の下旬だった。自叙伝はひばりの離婚という事態で中止になった。しかし私は彼女の人生の転機に介在することで、ひばりの偽らぬ姿に触れることができた。ひばりに初めて会ったのは5月、小林明と離婚の直前であった。清川虹子さんの紹介で、新宿の中華料理店で食事をすることになった。ひばりは、えんじのスカートに空色のジャンパーという、いかにも庶民的な服装で現れた。初対面の挨拶を交わして、私が、ひばりさん、と話しかけると、彼女は手を顔の前で振って、お嬢と呼んでね、と言った。清川のママのお友達なんだから。言ってみれば、うちわの付き合いだから、お嬢と愛称で呼んでくれというのである。ひばりは、そんな風にいきなり私の心に飛び込んできた。無口で人間嫌い、という評判とは正反対で、彼女はよく喋った。横浜の下町の屋根なし市場というバスエのマーケットで生まれ育ったこと。戦争中、父親が出征した留守。4人の子供を抱えて働き通したママのこと。小学校で出席日数が足りなくて卒業免状がもらえず、それが悔しくて3日3晩泣き続けたこと。話しながら、ね、そう思わない？なぜかしら？と相槌を求める。それは世間で噂されている凶慢な女王、美空ひばりとは、およそかけ離れた印象であった。初対面からひばりの持つナイーブな魅力の虜になった私は、いわば書く人の役割をごく自然に果たすことになった。ひばりは私を信頼し、包み隠さず、過去と現在のすべてを話してくれた。この本はそうして出来上がったのである。週刊誌の芸能記者としての7年間、私は大衆性ということの意味を模索してきた。そして常に脳裏にあったのは美空ひばりであった。俗流と決めつけられ、スキャンダルを浴びせかけられながら、しかも羽ばたき続ける彼女の人気の秘密を私は何とかして解きたいと思い続けた。美空ひばりは敗戦の焦土から誕生した。下駄履きの痩せた小さな女の子が、どんな風にして大衆のアイドルになっていったのか。彼女の人生はどのようなものであったのか。戦後20年、美空ひばりほど広くかつ長期にわたって大衆の支持を集めたスターはいなかった。今日、離婚という人生の引くを超えて、彼女は一層強い大衆の共鳴の中にいる。ジャーナリズムはひばりを嘲笑し、インテリの大部分は彼女を低俗の代名詞のように言う。だが、そういうエリートの悪意を見事に跳ね返して、ひばりは芸能界の女王の座を守り抜いてきた。それは、彼女の歌声が常に大衆の心の琴線を日本の音律でかき鳴らしてきたからだと私は思う。また、私はこの本で、ひばりという戦後最大のスターを仲立ちにして、日本の流行歌の成り立ちを、
そして、その向かうべき未来を考えてみた。美空ひばりの半生を描くことは、それは、戦後という時代にユニークな照明を当てることである。同時に、日本の大衆の精神構造を最も接近した視点から捉えることでもある。第一部、笑顔と涙の遠い道は、ひばりの28年の歩みをたどったものであるが、第一、二章では、1937年、ひばりの誕生から52年、リンゴ追い分けの総称までを戦後史風に展開してみた。ひばりの歌の才能がいかにして生まれ、育まれ、開花していったかというテーマで書かれている。この章については、女性自身の記者、金子茂、久保田孝光、長原淳平、飯島篤の諸君と、南部恭一郎、畑一平、福島通人の三氏に協力いただいた。第三章は、ひばり自身の談話と、講演会関係の資料によって構成した。この章では、1952年から現在に至る美空ひばりの、いわば、心の旅路をたどってみた。スターと呼ばれる生活の虚しさや、その裏側にある残酷を描くことに重点が置かれている。小林康明講演会会長、女優、清川虹子さん、コロンビアレコードの雨森ディレクターから有益なアドバイスをいただいた。第4章は、私自身が直接介在した1964年以降のひばりについて、4つのテーマを立てた。小林明との離婚の真相、税金問題の内幕、ヤクザ集団との関係、リバイバルなど、インサイドレポート的な視覚から美空ひばりの現状を分析し、将来を展望したものである。第2部、地球の上に朝が来るは、戦中、戦後30年の歩みを歌によって辿ったものであるが、第1章では、戦争政策に押し流されていく民衆の情念は、どんな状況に置かれていたか、ということを流行歌を通して考えてみた。川田春久、大辻志郎、森光子など、芸能人の戦中体験を加えて、民衆の置かれていた太平洋戦争前夜の心的風景を具体的に描いた。軍隊や銃後で流行した作者不明の歌曲や替え歌もできるだけ多く拾い上げた。第2章で明らかにした最も重要なテーマは、芸術的植民地主義の問題である。占領下、私たちの国の文化はどのようにアメリカナイズされたか。そのグレスで汚辱に満ちた植民地化の中で、流行歌は、そして美空ひばりは、どのようにして日本の民衆的な、あるいは民族的な音楽の伝統を守ってきたか。その20年間の枯れ木を、その時々の庶民生活と絡ませながら綴ってみた。第1、第2章を通じて、岡俊夫氏の枯れ木50年に追うところが多かった。